なあ、父ちゃん、ゆいかが母ちゃんでもいいぞ。ほら、ゆいじゃないだろ。さんとかちゃんとかつけなさい。いいのいいの、呼び捨てでも。って、そうじゃなくて。ほら、息ぴったりじゃん。七クマ。俺は坂本徹、七クマカンパニーに勤める27歳だ。仕事は順調。家では可愛い子供が待っており、それなりに充実した毎日を送っている。そんな俺には一つ気になることがある。先輩、お疲れ様です。ああ、お疲れ。こんな痩せて大丈夫か。気になることというのは、同じ部署の大原由衣のことだ。彼女は新入社員で、半年ほど共に仕事をしている。最初は健康的な体型だったが、ここ最近激痩せした。見ての通り、スーツはブカブカ。また痩せたんじゃないか。ちゃんと飯食ってるか。大丈夫ですよ先輩、過保護。失礼かもしれないが、あまりの痩せっぷりに心配した俺は、たびたび彼女に体型の話をする。しかし彼女はいつもごまかすような笑みを浮かべ、真相を知ることはできなかった。彼女の激痩せが気になってから1ヶ月が経ったある日のこと。おいおいおい、大丈夫か。すいません、なんか今日ふらついちゃって。前から歩いてきた大原は真っ青な顔をして、今にも倒れそうだ。俺はすぐに駆け寄る。そして次の瞬間、ちょ、おい、大原、大原。昨日は本当にすいませんでした。こういう時は謝るんじゃなくて、ありがとうでいいんだよ。ありがとうございました。あの後彼女は少し寝て、食事を取ったら回復した。大事には至らなかったようで、本当に良かった。絶対飯食ってなかったからだろ。いや、さすがにもう見過ごせないぞ。同じ部署の人間として大原の体調が心配ってのはもちろんだけど、また倒れでもしたら業務にも支障が出る。そうですよね。少しきつい言い方かもしれないが、これぐらい言わなければ大原は耳を傾けてはくれない気がした。それで何かあったのか。誰にも言わないから話してみろ。実は。彼女の話によると、半年ほど付き合った彼氏に痩せてる子の方がいいと振られたらしい。彼女は深く傷つき、見返したいという一心で過度なダイエットをしているそうだ。あのなあ、見返したいって気持ちは痛いほどわかる。でも自分の健康を犠牲にしてどうする。一番の復讐は大原自身が幸せになることだ。いつかそいつに会った時、羨ましいって思われるぐらい幸せになるのが一番効くと思う。今大原がしていることは、自分をどんどん不幸にしていってるぞ。ですよね。体型なんて好みだ。細身の女性を好きなやつもいれば、そうじゃないやつもいる。そもそもデフォルトの大原は太ってなんかないんだし、過度に気にすることはねえよ。俺は今の大原よりも前の大原の方がいい。前の私の方が好きなんですね。別に深い意味はないぞ。やめます、ダイエット。めちゃめちゃに太ってやる。朝昼晩毎日揚げ物。それはやめとけ、別の病気になる。先輩、ありがとうございます。なんだか元気が出ました。ならよかった。じゃあ早速しっかり食え。今日は俺のおごりだ。はい、では遠慮なく。彼女はそう言い、幸せそうに社食を頬張った。その後大原は元気を取り戻し、徐々に健康的な体型に戻っていった。お疲れ。今日もよく食うな。
実は食べるのすごく好きなんですよ。じゃああのダイエット、体にだけじゃなく心にも毒じゃねえか。相当ストレス溜まっただろう。はい、当時は食道が極楽浄土に見えました。だろうな。あ、先輩のロック画面、お子さんですか？ああ、可愛いだろ。死ぬほど生意気だけどな。結婚してたんですか？ん？いえ、なんでもないです。何、やけくそに飯食ってんの？それにしてもまあ、体型はもちろん顔色も良くなったな。もともと明るい子だったが、最近はさらに笑顔が増えた気がする。人間にとって食というものがどれほど大切なものであるか、今回の一件でよく分かった。勝負だ、怪物。いいか、ヒーローよ。こんなところで騒いだら人に迷惑がかかる。戦いはお家でだ。そんな言葉に騙されるか。フラエシャイニングドロップキック。ちょ、走ったら危ないっての。うわ、本当に申し訳ありません。あ、大原、怪物の仲間か。くそ。一回落ち着け、おもちゃ買わないぞ。まさかこんなとこで会うとはな。買い物か？まあそんなところです。今日は奥さんは一緒じゃないんですね。ああ、俺妻いねえから。え？察しろ、罰がついてるんだ。ごめんなさい、無神経なことを。いいよ。そうだ、そろそろ要も腹減っただろうし、一緒に飯でも食う。行きます、行かせていただきます。飯のことになると食い気味だな。先輩と一緒だから食い気味なんです。え？いや、なんでも。じゃあ要くん、行くよ。ウィー。その後俺たちはショッピングモールに併設されているファミレスに入った。こちらハンバーグとエビドリア、お次はポテトフライにコーンスープ、単品の唐揚げになります。おいしそう。どんだけ食うんだよ。今度は別の病気にならんか心配だ。大丈夫ですよ、私痩せるのは早いけど太るのは遅いですから。それ女社会で言ったら十字架に貼り付けられるぞ。とまあこんな感じでいつも通りのやり取りをしていると、じーっと俺たちを見ていた要が驚くべき発言をする。なあ父ちゃん、ゆいかが母ちゃんでもいいぞ。ほら、ゆいじゃないだろ。さんとかちゃんとかつけなさい。いいのいいの、呼び捨てでも。って、そうじゃなくて。ほら、息ぴったりじゃん。何言ってるんだ、かなめ。でも二人とも、顔真っ赤だぞ。いや、これは…すいません、唐揚げ追加で。すいません、ビールも。素直になれってテレビで言ってた。俺だって、同じ組の好きな子には、ちゃんと好きって言えるぞ。おい、かなめ、お子様セット没収するぞ。チェ、なんで大人はこんなんなんだ。要のあまりにも唐突な発言に驚いたが、不思議と嫌な気はしなかった。昨日はありがとうございました。お邪魔したのにごちそうまでしてもらって。いいよ、俺は大原のうまそうに食ってる顔が好きだから。好き？ああ、いや、うまそうに食ってるとこ見ると気持ちがいい。ったく、なんで昨日から動揺してるんだ俺。これから飯か？はい、でも今日は食堂じゃありません。私も先輩も。ん？ささやかですが昨日のお礼です。大原が作ったのか？もちろんです、食べましょう。おう、じゃあありがたくいただく。若い女の子が作ったとは思えないくらい可愛げのない弁当だった。でもそれは決して悪い意味ではない、素朴でまっすぐな彼女らしい弁当だった。
はい、はい、承知しました。すぐに向かいます。あちゃー、どうしました？担当先でトラブルがあったみたいで、急遽向こうの会社に行かないといけなくなった。困ったな。何か予定でも？カナメのこと園に迎えに行かないといけないんだよ。いつもは両親に頼んでるんだけど、今日はちょっと遠出してて、園に頼んで遅くまで預かってもらうことはできる。でもトラブルとなると何時に迎えに行けるかわからない。ささっと終わらせるしかないか。私が行きますよ。いや、さすがに新入社員一人にトラブル対応を任せるわけにはいかない。担当は俺だしよ。そうじゃなくて、カナメくんのお迎えの話です。え、それはさすがに申し訳ない。いいんですよ、たくさんご馳走になってますから、これぐらいは。それに今の私があるのは先輩のおかげなんですから。そうか、助かる。じゃあこれ鍵、カナメのこと頼む。お任せあれ。こうして大原のおかげで安心して担当先の会社に出向くことができた。ただいま。くらえ、怪物め。あ、父ちゃん、おかえり。おかえりなさい。ほんと悪かった。こういう時はありがとうでいいんですよ。ああ、ありがとう。すぐ飯の準備するから一緒に食ってかないか？それならご心配なく、もう作っておきました。そっか、ありがとう。ふと想像してしまった。家に帰ると温かいご飯が準備されていて、カナメと大原が遊んでいる。二人にお帰りと迎えてもらい、三人でテーブルを囲む。そんな毎日が頭に浮かんだ。うまかった。よかった。ええ、父ちゃんのよりずっとうまい。そこ一言余計だ。じゃあそろそろ私帰らないと。本当に今日は助かった、ありがとう。もう帰っちゃうの？泊まってってよ、父ちゃんと一緒に寝ればいいじゃん。え、待せすぎだこのチビ。ねえ、ゆいは父ちゃんのこと嫌い？俺のことも嫌い？ううん、大好きだよ。でも今日は遅いから、カナメくんはもう寝ないと。うん、また来るから、何回でも来るってよ。だろ大原？はい、もちろんです。なんとかカナメを説得し、玄関まで大原を見送った。カナメくんっていい子ですね。生意気だって、いろいろ大変だっただろ？いえ、小さいなりに先輩のこと結構気遣ってましたよ。例えば？その父ちゃん一人で大変だから私がお嫁さんになれって。な、あいつそんなことを。子供って本当素直ですよね。私ももっと正直にならないと。それじゃまた明日会社で。ああ、気のせいだろうか、彼女の瞳は何か大きな決意をしたように見えた。先輩、今日のお弁当です。毎度悪いな。いいんだぞ、そんな気使わなくて。気遣ってるわけじゃないです、先輩に作りたいから作ってるだけです。そっか。じゃあ私はここで。一緒に食ってかないのか？はい、オフィスに戻ります。先輩、今日のお昼は絶対に一人で食べてくださいね。お、どういうことだ？察してください。返事はいつでもいいので。返事？そう疑問に思いながらいつも通り弁当を開けた。しようかな。カレーは昨日食べたし、オムライスにしようかな。待て。先輩。ビビりすぎだろ。昨日の今日ですし。うん。え？今日はこれにしろ。味は保証しないけど、
先輩が弁当？いいか、今日は絶対に一人で食えよ。は、はい。どういうこと？先輩が弁当って。あ、うん、やれやれ、こんな告白ありかよ、なんて思いながらご丁寧に写真まで撮るなんて。挙句の果て、めったに作らねえ弁当まで用意して返事をする。とてもアラサーのサラリーマンがすることだとは思えない。ん？ったく、しょうがねえな。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。